どうも皆さん、こんにちは。今度は、乃木坂46のセンターを務めることになりました。クラクラチャンネルの、ケースケ実況の、ケースケです。ブーンということで、いやはややっぱり国民的人気アイドルのね、センターのこう、自覚を持ってね、頑張っていきたい所存でございます。で、今日はね、何をお送りするかと言いますと、はい、こちら皆さんご覧ください。なんかうろちょろ。ね、普段の俺みたいにね、うろついてますよね。女の子の家の周りをうろついてる俺みたいに。こちらですね、公式さんから、開発ビルドをね、今回もお借りして、今回はこちらの新ヒーロー、ロイヤルチャンピオンについてね、お送りしていきたいなと思います。アップデートまでにですね、いろんなね、アップデート情報ですね、今回ね、動画にしていきますので、まだチャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひとも登録、お願いいたします。で、こちらですね、ロイヤルチャンピオンですね、ちょっと、ステータス見てみましょうか。ステータスがですね、情報。はい。こちら、ロイヤルチャンピオン。こちら、レベル1のステータスですね。ちなみに、ステータスとかね、あとはアップグレードコストとかね、費用とかね、アップデート後にこう、修正されるっていう可能性がありますので、その点については、ご了承ください。で、レベル1だとダメージ毎秒374の、ヒットポイント2950と、まあ、アチャクイぐらいな感じですかね。で、なんとなんと、優先攻撃目標が、防衛施設なんですよ。防衛施設のヒーローって、初めてですよね。で、単体攻撃でございまして、で、攻撃目標は地上&空中っていうことなので、まあ、言ってしまうと、第2のアーチャークイーンみたいな感じ。アチャクイーン、空中に攻撃するっていうことは、普通に防衛でね、空ユニットに対して攻撃していくっていうので、今までクイヒーラバルとかってさ、今までアチャクイの処理とかが、こう優先されてたじゃないですか。なんですけど、ロイヤルチャンピオンも処理しなければいけないっていうね、攻めの面でもちょっと考えることが増えますよね。で、能力なんですけど、壁を乗り越えて敵を撃つ。ロイヤルチャンピオンが押せれるものは4つだけ。敵は怖くありません。手に持つ、槍で、近距離を攻撃し、フォーミングシールドの能力がアンロックされれば、盾を投げて防衛設備を破壊しますっていう、ことなんですよ。でね、これね、すごいですよ。ロイヤルチャンピオンが最も近くの防衛室に盾を投げ大きなダメージを与えますっていうことなので、なんとね、強敵4つの防衛室までに、こう盾がね、こうダンダンダンってダメージを与えていくみたいな、そんな形なので、今回ですね、ちょっと、こちらですね、ロイヤルチャンピオンですね、ちょっとね、レベル1なんですけどね、ちょっと使ってみましょう。はい、それでね、ゴブリンマップのね、卒業セレモニーあたりでね、ちょっとやってみましょうか。何を卒業するんですかね。さあ、こういう風にですね、並んでますよね。で、ロイヤルチャンピオン、レベル1、出していきますよ。こっからね、じゃ、上の方から出していきます。出していくと、はい、こういう動きになってるんですよ。で、こういう動きになってって、で、さらに、結構火力も高いんですよ。で、意外とね、アチャクイみたいに遠距離っていうよりか、結構ね、中距離攻撃です。で、さあ、壁も乗り越えていって、こういう風にね、削っていくっていう形になっています。で、気絶するとね、こんな風になるっていうね、感じなので、じゃあね、ちょっとね、よく見た目とか見ていきつつ、まあ、各レベルのステータス見ていきたいんですけどもね、それはね、ちょっとステータス修正されるかもしれないんで、まあ、アップデート後の配課金動画の時にね、各ステータスは見せる、ということにしまして、能力ごとのステータスですね、ちょっと見ていきましょう。はい、じゃあね、能力をね、見ていきましょう。あ、間違えた。こっちの方向で、はい、第二の女の子ですよ。もう女の子大好きな僕にとってはね、たまらないような、そんな感じなんですけれども、能力ですね、ちょっと見ていきましょう。ロイヤルチャンピオン、レベル5になるとダメージ毎秒410、ヒットポイント3150になりまして、で、これでね、ホーミングシールド、レベル5でアンロックされます。なので、ちょっとね、ホーミングシールド見てみたいっていう人、いると思うんで、ちょっと能力をね、もう一回見ていきましょう。さあ、そしてね、卒業セレモニーですね。さっきね、攻めた場所にですね、もう一回やっていきます。卒業セレモニー、何を卒業するんですかね。では、行きましょう。こっからね、はい、来ました。ロイヤルチャンピオン出していきました。で、ロイヤルチャンピオン、こっからね、優先攻撃目標、防衛室さんで、どんどんね、削ってくれるんですよ。でね、距離、中距離攻撃なんで、意外とね、クイヒート的な、ロイヒー的なことできるかなって思うんですが、どんどん前に行ってしまって、で、能力解放しますよ。そうすると、はい、盾を投げてって、ね、いや、見ました今。盾が、すげえ、バンバンって入ってたんですよ。これね、この盾の、移動距離ですね、どんなに防衛施設が離れてても、関係ありません。めちゃくちゃね、遠くまで飛ぶことができるんですよ。
はい、お次はロイヤルチャンピオンレベル10のステータス、見ていきます。ダメージが毎秒450、ヒットポイント3400っていう形なので、まあアチャクイよりも若干体力が高いですよね。で、ダメージに関してはまあアチャクイよりは少し低いんですけども、で、ホーミングシードがダメージが1460、これもうめちゃくちゃ強いですよね。あの HP の高い説も一気に持っていけるし、で、あと体力回復も2000っていうことなので、すごい強いのでこれね、クイヒーとロイヒーを組み合わせた戦術とか流行りそうですよね。はい、ロイヤルチャンピオンレベル15にするとダメージ毎秒490、めちゃくちゃ高いですね。これ防衛ロイヤルチャンピオンめちゃくちゃ強いじゃないですか。で、ヒットポイントが3650で、能力レベル的には1660の2300、まあ大体レベル5段階上がっていくたんびに5、300ずつぐらい増えていくような、そんなイメージですね。で、続いてですね、これ、ちなみにロイヤルチャンピオンレベル20がねマックスなので、レベル20のステータス見ていきます。はい、じゃあね、レベルマックスのロイヤルチャンピオン、ステータスがダメージ毎秒5300がデカすぎるわ。530のヒットポイント3900っていうので、まあ、アチャクイよりも、若干レベルが高いけど、ヒットポイント高いけどダメージが少ないっていう、そんな感じですね。で、はい、ホーミングシールド1860はでかいっすね。これ、さらに体力も2600回復しちゃうんで、もう本当に、なんだろう、こう、ペカヒーボーラーとかと一緒に入れてったらさ、こう怖い施設とかも、最後の区画とかさ、残ってしまった場合、ロックボマーとかで壊したりとかしてたじゃないですか。あとは公務員の呪文。それが、最後の区画残ってたら、ホーミングシールドで壊すこともできるみたいな、そんなこともできますよね。さあ、そしたらね、先ほど攻めてた卒業セレモニーの方にね、もう一回攻めていきます。何を卒業するんですかね。まあ、行きましょう。さあ、こっからですね。はい、来ました。レベル20、レベルマックスの、ロイヤルチャンピオン。こっからね、あ、これぐらいの水とだったらもう2発だ。2発火力やっぱ高え。迫撃砲とかも。めっちゃ即壊すじゃん。で、大砲とかも壊していっての、で、テスラですね。もう、あ、めちゃくちゃ壊す。で、壁も越えるんで、こっからじゃあ行きますよ。さあ、盾を投げてって、めっちゃ、あ、レベルの低いテスラとかも、ワンパンで倒していかなかった今。やば。で、さらに、このクロスボウとかもめっちゃ体力削りましたよね。なぜクロスとかに対しての、進行度合いとかもめちゃくちゃ変わってきますよ。いや、強い強い。で、レベル1とかレベル5全然進行しなかったのに、レベル20だけで、ここまで防衛せず、壊していきましたよ。で、気絶すると、こういう風にね、槍をね、こうついてね、こうね、気絶しちゃうっていう感じなんで、この槍ってどっからね、生成してるのか気になりますよね。はい。そしたら、ね、試しにロイヒーをね、ちょっとやってみましょうか。ロイヒーですね。ここね、優先攻撃目標、防衛せずなので、ここからね、しっかりとペッカとかでサイドカットをしていきながら、で、対空砲とかも優先的に削ってくれますね。あ、でもやっぱ削りが早いっていうのと、あとね、対空砲からね、離して出したんですけど、普通に今ね、もう近寄りすぎちゃうんで、対空砲が、の範囲内に、今ヒーラーが入っちゃいましたね。これはちょっとね、気をつけていかないと、あっという間に逸れてしまいますんで、逸れるっていうか、あっという間にヒーラーがね、撃たれてしまうっていうの、ね、感じになってしまうんで、ロイヒーやる際は対空砲ですね、気をつけたいので、ヒーラーの角度とかもっと気をつけなきゃいけなくなりますね。はい、じゃあね、クイヒーからの、ペッカボーラーの主力部隊に、これね、ロイちゃんをね、足していくっていう流れでやってみましょうか。で、アチャクイはこっから対空砲とか狙っていって、しっかりとね、これ下の方向に回していきたい感じではありますが、さあどうだ？こっから、ちゃんと、あ、OK、回りますね。回るので、こっからババキンを入れつつの、で、レカのペッカですね。で、合流させていきましょう。で、ジャンプはもう先打ちをしていって、で、OK。でさあ、こっから削っていけば美味しいですよ。で、削っていくので、こっから OK、OK、OK。で、ペッカ、で、ボーラーをしっかりとウィズ島にこうターゲットらせて、で、ロイちゃん入れていきましょう。で、これでさあどうだ、こっからいい感じに進行していくんじゃないか。アチャクイの方にはもうポイズン落としておいて、で、中入れ、中入って、中入って、中入らない、中に入らない。で、しっかりと、もうロイちゃん、待て、ロイちゃんどこにいる？待て、まあ、待て、やばいやばいやばい。で、エタノトームかけていきながら、ボーラーのそれ具合がえぐいって、ボーラーのそれ具合えぐい。待て、ロイちゃんどうなって、今ちょ、もう ロイちゃんちょっとどこに行ったかわかんないから。こっち方向にちょっともう一回ちょっと能力発動してって、縦の動きとか全く見れてなかった今。縦の動き全く見れてなかったんだけど。あ、でもロイちゃんがなんかね、あれだな、一緒にペッカボーラーに動くわけじゃないんで、なんか独立部隊になってる。独立して、なんかあっちこっち行ってる。こっち方向になんかこう、合流させていきたいんですよ。なんかあっちこっち行っちゃってますね。あっちこっち行ってしまってるんで、なんかこう、主力のペッカボーラーたちと一緒に、
こう動かしていくっていうのちょっと難しいかもしれないです。だってここ中に入れたはずなのに、なんか気づいたらこっち方向にどん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 、あの防衛室の方に自分、いや防衛室の方に自分だけ勝手に向かっていくんで、連携がちょっと取りにくいかもしれないですね、ペッカボーラー部隊でやると。なのでちょっとあの別部隊でこうなんて言ったらいいんだろう、優先攻撃目標防衛室なので、あのホグとか、あとはクイヒーラバルとかと一緒に動かしたりとか、あとはまあ外周施設をこう外周の防衛施設を削ることによって、なんて言ったらいいの、ラバルやあのホグのルートを短くする的な、そんな使い方とかの方がいいかもしんないですね。あ、ちなみに突破兵器は全然使ってなかった、突破兵器使ってなかったんでここで出していくんですけども、ちょっとね動き的にね一緒にね動いてくれないっていうのがね、あの懸念点なので、ちょっとねクイヒーホグとかの方がいいかもしんないですね。じゃあね、防衛ロイヤルチャンピオンもね、ちょっと見ていきましょう。気になる点っていうのが、やっぱりね、空にも対しても攻撃できるっていうので、こういう風に空に対して、はい、ラバーハンド展開してったら、こういう感じで、空にもどん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 ね、攻撃できるし、で移動速度も24で結構速いし、火力も高いので、あの、結構ね、あっという間にラバーハンド、どん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 ね、割られてしまうんですよね。なので本当にさっき冒頭でも言ったように、あのアチャクイ処理プラスのさらにロイヤルチャンピオン処理も考えなきゃいけなくなるっていうことなので、ちょっとね、あの投石機か、あのめちゃくちゃ強い防衛室の投石機が加えられて、さらにロイヤルチャンピオンも出てくるっていうことなので、なので本当にちょっとタウンホール13、今までのタウンホールレベルとは全く違ったね考え方になってきますよね。はい、じゃあね、ロイヤルチャンピオン、優先攻撃目標、防衛施設ってあったんですけども、そしたら、相手の防衛援軍とか、スケルトントラップに一方的にやられてしまうんじゃないかなって、思うかもしれませんがね、一応ね、ユニットや防衛援軍とかにもね、スケルトントラップのスケルトンに対してはですね、はい、こういう風にね、一応ね、反応はしました。なので、防衛施設を攻撃中、スケルトントラップとか出てきても、ちゃんとしっかりとね、反映されて、で、一方的にね、スケルトントラップにやられてしまうっていう可能性は、ありません。では続いて防衛援軍についてね見ていきましょう。防衛援軍に関してもね、こういう風にしっかりとね、ロイヤルチャンピオン、はい、こういう風に反応してって、ちょっとイエティ2体 VS ロイヤルチャンピオンってね、新ユニット VS 新ヒーローの対決になっているんだけど、こういう風にですね、能力が一応回復してた防衛施設なんかどっか飛んできましたね。あ、ここね、気づいたら壊してた気づいてたら壊してたんだけれども、こういう風にちゃんとね、あの相手の防衛援軍にも反応いたします。で、防衛軍倒し終わったら、その後ですね、こういう風に大砲の方に、向かっていくっていう形になりますんで、まあ、アチャクイとはまた違ったユニットになります。では、お次はね、ソロユニットに対して、反応するが、こちらもね、さっきと同様ですね。はい、防衛時も攻撃時も同じです。こういう風にですね、ラバーハンドに対してね、しっかりと、攻撃していきます。で、まあ、アチャクイほどの火力はないものの、結構ね、溶かすスピードも速いので、なんて言ったらいいんだろう、ロイヤルチャンピオンとアチャクイなんかさっきのペッカボーラーでこう入れてった場合、ちゃんとね、あ、待って、これで盾を飛ばしていくと、はい、防衛施設の方に飛んでいってワンパンで壊していくっていうので、まあ能力を使えばね、アチャクイとはまた違った形ですね。ローヒーでの相手の防衛援軍処理とかになってしまうと、ちょっとね若干能力の使い道がねちょっと変わっちゃうなーっていう、そんな感じですよね。ということで、今回はですね、新ヒーロー、ロイヤルチャンピオンについてお送りしていきました。いやー、優先攻撃目標防衛室のヒーローってね、新しかったし、あとは能力ですね、盾がめっちゃ飛んでいくっていうのもすごい面白かったので、他にもね、検証してほしいこととかね、ありましたね、ぜひとも、YouTube のコメントとか、もしくは Twitter の方でね、リプライをください。なのでね、まだまだひょっとしたらね、大型アップデート情報なのでね、アップデート情報あるかもしれませんのでね、またね、こういう風に開発ビルドをお借りしてね、動画出していきますので、まだチャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひとも登録、お願いいたします。で、この動画が面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント。で、最後に、おすすめ動画も貼っておきますので、そちらの方もぜひぜひご覧ください。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。